一般財団法人愛知県交通安全協会は、愛知県内の地区交通安全協会を統括する交通安全協会、1933年5月14日設立。愛知県内の地区交通安全協会を統括する交通安全協会で、愛知県内での季節単位で開催する交通安全運動をはじめ、自動車、自動二輪車の運転免許更新の伝達。 更新事務、申請書や収入証紙の委託販売業務、自転車などに貼る反射シールや、車輪のスポークに貼る反射材などの交通安全グッズの販布、交通安全功労者の表彰及び国や、全国法人への表彰推薦などを事業としている。また、運転技能向上のために、直営の愛知自動車学校、一宮自動車学校、岡崎自動車学校、平張自動車練習所、 豊川自動車練習所を運営している。愛知自動車学校とは、1940年8月30日に、一県一校生のもとに創立された愛知県、名古屋市北区にある、愛知県交通安全協会が経営する自動車、教習所、旧愛知県自動車学校。かつては、豊川市に、姉妹校として、愛知県豊川自動車学校を、 東三河運転免許センターに併設していたが、現在は並行し自動車練習場としている。愛知自動車学校前景運転教習のみ、日曜も行っている。愛知自動車学校に関するカテゴリー。ありがとうございます。